Good morning! おはよう。おはようございます。みんな起きてますか？みんな起きてるかな？おはよう。どうも。やばい、保湿しすぎてさ、顔がペタペタだ。保湿、もう乾燥肌だからいっぱい保湿スプレーしたら顔がテカテカマンですね。おはようございます。顔テカテカマンです。おはよう。11月、おはよう。今日は三つ編みする予定なんだけど、どうしよう。編み込みのがいいかな。もう毎日髪が、稽古中に髪がボサボサなるのが結構自分的にもうモヤモヤしてて、まとめたいんですけど、ここを編み込んだ方がいいのか。編み込んでこう下ろすか、ありやな。おはよう。今日も夜まで頑張りたいと思います。今日も夜まででございます。おはよグッドモーニング。今日も頑張るね。どっちにしろアイロンしなきゃ。今日はなんか日によって集合時間が違うんですけど、今日は早めなのでそんなに配信ができません。朝45分には終わります。だから急がないといけない。今日は早い日です。おはよう。日によるんですね。こうじゃないか。時間かかるかな、こっちの方が。でも稽古中に髪が本当に邪魔で邪魔で仕方なくて、本当にもう。でもポニーテールしたりすると薄くなるから、結び目が。この髪が薄くなるのは避けたいので、頑張ろう。頑張ってみよう。おはよう。よいしょ。よいしょ。ああ、もうぐちゃぐちゃだ。難しい。専属のメイクさんが欲しい。ああ、もうぐちゃぐちゃです。もうやめぴ、やめぴ、やめぴ。ああ、顔がテカテカすぎる。おはよう。もう普通に三つ編みしようかな。ほげ撃退。境目が違いました。あ、ほげ撃退。ほげ、あ、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 ほげ。おはようございます。私は雇ってくださいね、猫だけど。まあ猫の手も借りたいぐらいです。本当に毎朝髪の準備が一番時間かかってる。メイクよりも髪の毛の方が時間かかってる。
鏡で行きたい。メイクさん、メイクさん。昨日は縦しながら髪がボッサボサでやばすぎたんですよ。今日は縦はしないんですけど、縦しないから長袖にしました。ぐちゃぐちゃ、ほら、ここがねえねえ、ちょっと一旦ピンで止めよう。一旦逃がす。よし、気合を入れ直す。頑張る。稽古中に髪の毛を気にしないための頑張りや。あとタイムリミットが迫ってくる。やべえやべえです。うわー、頑張れー頑張るぞ、ゆめ、頑張るんだー。いつもその調子だ。髪の毛をまとめていくんだ。今日は雨だから湿気もすごいんだ。絶対にボサボサになるんだから、髪をまとめていくんだよ。よし、 OK OK OK。 ちょっとボサボサやけどもいい。どうせボサボサになるから。どうして毎日セリフを言ってる、セリフ言ってさ過ごしてるだけでボソボソになるんだろうか。よし、ボソボソだけど OK。 反対、次これをこうやって後でこうやって後ろでまとめたら OK。 OK です。よし、編み込んでいくぞ。逆サイド、逆サイドが始まる。おはよう。こっちはなんかめっちゃうまくいってる。よいしょ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 。お、いいのでは、いいのではないか。おはようございます。おはよう。本当はさ、あの細いヘアゴムがいいんだけど、今手元にいなくて。よし、完璧じゃん。完璧ではない、ちょっとボサボサだけど。え、いいのでは。これを後ろで結んだら完成。おお、今日は髪がボサボサにならずに済みそうだわ。嬉しい。昨日マジでボサボサで恥ずかしかった。もうね、髪の毛がサラサラな女の子がいるのね。もうすごいの。髪の毛サラサラだからね、帰り道にみんなで、なんでそんなサラサラなのって言ったら、逆に巻いても跡がつかないから困ってるって言ってた。もう跡が
巻いたりウェーブつけたりしてもすぐ取れちゃうから、まっすぐも大変だよって言ってて、人には人の乳酸菌それぞれの悩みがあるのね。なりました。おはよう。よいしょよいしょよいしょ。あ、もう今日絶対ボサボサならんわ。もう毎朝これをしたい。でもちょっとさ、これ時間かかって難しい。ほら、こことかちょっとボサってるじゃん。こういうの私気になっちゃって外しちゃうの、いつも。あ、もう今日は別にもうどうでもいいんですけど別にいいんですけど、今日はもうね、そう、稽古だから別に人前に出るわけじゃないから。ライブとかの時とか、お話し会とか自分でメイクなんですね。ライブはメイクさんにしてもらうけど、お話し会の時とかこういうこの髪の毛する時はいつもここが気になって、朝から何回も何十回もやっちゃうの。そう、でも今日はもういいんです。どうせ雨だし、雨でやられるの分かってるから。みよん。みよん。よし。ほら、湿気すごい今日。髪パヤパヤだ。あとは前髪したら完成。タイムリミットが来るぞ。タイムリミット。ノーリミット。今日はアラームの30分前に目が覚めました。なんか日に日に早くなっていく、目が覚める時間が。一昨日ぐらいまでは3分前だったのに、今日は30分前に目が覚めた。おかしいですね。なのにショールーム、なんかもう眠すぎて、あ、ショールームの時間にしたらいいのにとか思いながら、いやでも眠いからゴロゴロしようと思ってゴロゴロしてたらこんな時間になっちゃった。あっという間に。ちょっとこれ出しとこう。なんか いつもここ出てくるんですよ、この毛。出しとこう、あらかじめ、あらかじめ出していきます。うわー、もう今日髪まとまってて最高だ。おはよう。昨日切ったからいいじゃん、いいじゃん、いい感じじゃんね。ボサボサ、配信じゃあんま分かんないかな、分かるかな、めっちゃボサボサ。結局結んでもボサボサなんかーい。あとスプレーしたら終わりです。え、もう最高。ちょっといつも外に跳ねちゃうからもう外にしとこう。髪の毛毎日跳ねてくるからちょっと跳ねにしとこう。なんか駅とかでさ、駅の乗り換えとかでさ、あ、おしゃれな OL さんとか見るとわーすごい、朝から髪の毛なんか後ろでさ編み込んでる人とか、真後ろで編み込んでる人とか見るとすごい、後ろに目ないのにどうやってやってるんだってなるし、もう朝から髪の毛グリングリンに巻いてる人とか見るとすごいすごいよって、駅でいつもね毎朝感動するの。
多分お洋服屋さんなんだろうなとか、なんか格好で分かったりするじゃないですか。お洋服屋さんとかそういう雑貨屋さん系なのかなとか、あ、スーツってことはお家でさんかなとか、そういうの見て毎日見てるから、ちょっといつもボソボソで言ってるんですけど、私は今日まとめてみようと思ってまとめたんだけど、まとめてもボソボソでした。じゃあスプレーします。よいしょ、スプレー、ケープ。今日の湿気にこのケープは勝てるのか。昨日は負けたよ。昨日はケープの敗北でした。湿気が、湿気と私の髪と髪の癖と、昨日めっちゃ動いたから汗やばくてケープ敗北した。今日は頑張る。日によるんですよ、湿気によるんですよ本当に。毎日がバトル。毎日ここに紙を貼り付けてる。11月来たの信じられないんやけど、誕生月なんやけど信じられない。さすがにテカテカすぎじゃない保湿スプレー。大丈夫そうかな。11月ってやばい。もうだってあと2ヶ月でさ、明けおめだよ。嘘じゃん。嘘って言って。嘘だよーん。早くない？この前、梅雨だねって言ってさ、早く梅雨終われって言ってさ、夏になったらフェスが始まった。あっという間にもう冬。誕生日が来るんですよ私。今日朝起きて思ったことがあって、ああ11月だ、誕生日が真ん中でよかったと思った。なんか誕生日がさ序盤にあったらあっという間に終わっちゃうけど、なんかワクワクできる。誕生月が始まったぞってワクワクと、誕生日が終わってからもまだ誕生月があるぞっていう、まだ11月は誕生月だぞっていうなんか余韻があって、月の真ん中誕生日いいなって今日朝から思ってた。寝起きで、寝起きの頭でそんなことを考えていました。いいなーって。ちょっと今日はケープ負けそうな気がしてきた。いっぱいしとこうかな。もう本当に髪に気を取られるのが嫌すぎるんですよ。もう稽古に集中したいのね。ただでさえさ人よりできないわけじゃないですか。もうみんな本業だから、だからそんな髪とか気にしてる暇ないから、もうガチガチにしてから。そうです、私が STU の最年長記録を更新中です。更新中、今年で更新します。私の次がヤンコです。マジで見えない。ヤンコはもう17歳、15歳とかって言われても信じる。私とヤンヤンになります。愛子が卒業したらね。今までは私が一番、誕生月が私が1ヶ月早いから愛子が12月生まれだから、私が一番初めにね最年長を迎えたけど、次からそうヤンゴロンになります。
ンボロちゃんです。ヤンボロがおります。マジで見えないよね。ヤン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 。今日前髪めっちゃいい感じじゃん。で昨日もこれやってた。昨日もこれやって失敗してた。稽古場ついたらもうボサボサだった。チャラチャチャチャラチャチャチャラチャチャラチャ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 ああいうのでさ、やられるんだけど、前髪ピャーン、バー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 、あ、髪終わったってなります。なんなのあれ、快速なのあれ、あれでやられてる。毎朝こんなに時間かけてセットしてたのにさ、電車乗る前にはもう終わってますよ。毎日困ったことに。犬のおまわりさん困ってしまってわん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 。ちゃー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 。ね、前髪ピンつけていきたいけど、この前前髪ピンつけてったら電車でさ、優しいお姉さんがさ、スマホに前髪にピンついてますよってこうやってしてくださったから、もうあの日から気まずくてつけていけないんだよね。これこうやってつけてってたの、こうやってここに前髪が浮くから。そしたらさ、ピンついてますよってこうやってさ、優しい方が教えてくださってね、あ、わざとですと思いながらね。でもさ、もうそれ以降さ、だってさ、朝会ったってことはさ、毎朝同じじゃん絶対その方も。そう、だから気まずくてつけていけれない。優しいけど、優しかったけど、もう恥ずかしくなっちゃった。もうガチガチにしとく。雨だから、雨だからね。もう見てよ、この見てください、この前髪の光具合を見てくださいよ。もうかけすぎたよ、絶対かけすぎだって。前髪切らなきゃ、長い。かけすぎた。しかもなんか分かれ始めた。私いつもかけすぎるからだよね、前髪分かれるの。いい加減学習してもらってもよろしいかしら。まあいいです、もうどうにでもなり。今日がライブでカメコタイムがあるって話だったら、 DMM 配信があるって話だったらもううわーってなるけど、今日はカメコタイムもないし、 DMM 配信もないし、アベマ配信もないし、ニコ生配信もないからいいんだ、いいんですよ。今日配信ないっけ。よし、またショールームで配信された。ショールーム配信はあった。うん、ダメだわ。そしたらショールーム配信大事だわ、うん、今配信中だった。バリバリ配信中だったわ。もう普通に私テレビ電話の気持ちだった。テレビ電話してる気持ちで喋ってた。失礼いたしました。失礼。全然配信中の気持ちじゃなかった。うすうす感じてたとは思うんですけど、配信って感じじゃなくて。あまりにも私生活を晒しすぎていました。
見てますよ、見られてますか。今日ちょっと目がむくんでますね、左目むくみです。むくみ女、うん、いいのでは、いいのではないでしょうか。やっほー、あと3分だ、もう45分、早い、終わる時間だって、終わる時間来たよ、早い早い、もっと喋りたい、また用意するわ。前髪がどんどん悪化してくんだ、早いな、楽しい時間はあっという間で、次が最後の曲になります。トゥートゥートゥートゥルル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 ル、早く宇都宮リネの夕日を見ているか聞きたいわ、宇都宮リネの夕日を見ているかが最高なんだ。おはよう、もう僕は稽古に行くよ、僕は稽古に行くんだ、今日も頑張りやす、毎日リップの色がないの。稽古中さ、もうプールから上がった人みたいな唇の色で多分喋ってる。いやー、おはよう。それじゃあ、切った前髪がちょっとついてますね、大変、よしよし、 OK OK、 今日も頑張っていこうね、みんな無理せず、11月もよろしくお願いします。もう10月はたくさん皆さんにご心配とご迷惑、ご迷惑は別にかけてないかな、ご心配おかけしまして、たくさん支えていただきましたので、11月はみんなに心配をかけないよう明るく笑顔で過ごしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それじゃあ壇上読んで終わります。いきます。13位しんさん、12位ユーザーネームさん、11位阿部寛さん、10位メロンのあそこさん、9位ふくちゃん、8位アルテミスさん、7位みつさん、6位おりちゃん、5位ゆずっぱこさん、4位くわどりさん、3位プルンさん、2位トニさん、1位 G2 さん、ありがとうございます。ナンバーワン、ありがとう。あ、もうこれも結びたかったな。もう髪の毛、もう髪の毛さ、あのウィッグかぶる前のネットみたいなやつで稽古したい。もうね、どう思う、みんなあれでやるっていうのはどう、一人はちょっと嫌だから、ウィッグ被る前のネットかぶって結構、もう髪の毛のこと気にしてられないから。またね、今日の前髪の勝敗は夜配信にて、またね、これつけてくね、あ、でも今日カチカチだからいけるかも。またね、みんな行ってらっしゃい、見てくれてありがとう。